じゃじゃん、 AC7 iPhone で DAW コントローラーになるというこのアプリですが、前回はうまく動かせませんでしたけども、やり方を教えていただいたんで自分でも挑戦してみたいと思います。さあ、ロジックプロ立ち上がっております。そして DS MIDI Wi-Fi も立ち上がっております。加えて AC7 も起動しておりますね。さあ、それでは環境設定のコントロールサーフィスを開いて、ここの設定をポチッと。で、新規というのがありますんで、インストール。さあ、こういうものが出てきますが、このリストの中で、マッキーデザインズというのがありまして、いくつかあるんですけども、その中のロジックコントロールというやつを追加します。追加すると、ここに、こういうのが現れますね。で、出力ポートを DS MIDI Wi-Fi、 インプットも DS MIDI Wi-Fi にします。これだけなんです。これでね、ソロ。ね、今ドラムだけソロにしましたよ。はい、というわけでね、無事に AC7 セットアップできました。ね、3月、そして4月に iPad 予定されてますよね、発売が。それで大きい画面でこれが動かせるようになったらと思うとちょっとワクワクしませんか。AC7DAW コントローラーでした。